はい、皆さんこんばんは。今日はね、もう画面に出してるんですけど、なんかプレミアムボックス仕様変更のお知らせっていうのが来てました。うん、なんか来週かな ?2 月1日よりプレミアムボックスの仕様が変わりますと。で、提供済みの抽選対象が多くなりますと黄色い文字で書かれてるね。なんかこれまで45種類が出てたんだけど、来週から90種類、約倍だね。そう、今までなんか45種類中で、確かね、ピックアップとかセレクトが来たタイミングなのかな。それでリストが更新されて、まあ出るつむ出ないつむっていうのがいたんだけど、それが多分全部なのかな。90種類っていうのが全部かどうかわかんないんだけど、常駐のとりあえず増えますというお知らせが来てました。うん、まあ僕にとっては全く関係がないんだけどコンプリートしてるのでなんかそうらしいです。ちょっとガストンしながら話すねまあこれでね、いい点悪い点、まあ基本的には悪い点になっちゃうんだけどね。まあいい点としては、まあ待たなくて良くなった方かな。なんかリストに入ってないから今引くべきじゃないっていうのはあったと思うんだけど、まあそれをする必要がなくなったってのが一つ。ただまあ圧倒的にデメリットの方が多いんですけど、よいしょ。うん、ほぼ倍に増えるから確率がねだいぶ下がりますね。はい、よいしょ。まあ今までその、まあ、狙い目はシンデレラとかガストンとかだと思うんですけど、ハムとかだな。それが狙いにくくなったと思います。そんぐらいただまあ僕はね、ライブとかでもプレミアムガチャいつ引くべきですかとか、どのタイミングで引くのがおすすめですかとかよく聞かれて、まあそれにはね同じように答えてるんですけど、基本的にプレミアムボックスはね、引かなくていいと思います。引く意味がほとんどないかな。よっぽど強い新ツムが来たり、とか、あとはステッカーブックのイベント。初心者の方はね、まだ知らないと思うんだけど、その、新ツム限定で遊べる?できるイベントがあるんですよ。そう、そういう時にね、新ツムが必要になってくるので、そうなるともうプレミアムボックス、引かざるを得ないので、あー、やってしまったー、ミスー。はい。そう、そういう時はね、まあ、さすがに引くべき。はい。ただ、それ以外だと、本当にほとんど引く意味がない。というか、確率が、今まででも低すぎたからさ、45種類って。一点狙いがほぼできないから、引く必要が、ない?もう本当にコインの無駄になってしまうので。なんで、まあ僕としては、まあガチャの引き方になっちゃうんだけど、話がね。プレミアムボックスは基本引かず、なんだっけ。ラストショーがスキチケの時のピックアップガチャは確実に引いてスキチケをゲット。あとはどうしても欲しいツム。が出た時のセレクトくらいかな。ガチャを引くのは。もう本当に、育てたいツム一点狙いでいかないと、このね、ゲームはね、なかなか難しいので、ツムを育てるのが。スキツケもそんなめちゃくちゃ配れるわけではないので、そこくらいかな、ガチャを引くタイミングって。なので、プレミアムボックスの仕様が変わったからって、で、まあ無理に引く必要はないと思うので。はい。まあそんな話です。これ。かな?はい。ということで、なんか1日からガチャが変わるわけじゃないけどね。ので、まあね、欲しい粒がいたら、まあ引いても本当にコインに余裕があって、まあスコアとか出すときにはね、シンデレラとかになると思うんだけど、そのシンデレラ持ってないとき、まあまあちょくちょく狙ってもいいとは思うけど、基本、本当に引くべきではない。確率が、もうダメなので。という話かな。
話のオチとか全くないんだけどさ、思いつきでこの動画撮ってるので。はい、そんな感じです。はい、じゃあ今日の動画、これで終わり。バイバイ。ガストン最高。